こんにちは。アマゾずスサポーター、堀秀夫です、えー。今日は出品価格のサポートをしてね、あまあこれ、えー、ちょっとサポート内容、それからね、どんどん質問してくださいというのをね、えー、シェアしといた方がいいかなと思いましたんで、えー、動画を作りました。まず、個別サポート。これはね、えー、出品価格や商品仕入れ相談で、きめ細かく、えー、例外ケースも含めてサポートします。お気軽にご相談ください。 会員さんからいただいたね、えー、質問とそのやり取りを見ていただくと、あ、まあ、なるほど、そういうケースも相談した方がいいんだなというのがわかると思うんでね、えー、特に個別サポートで、えー、せっかく受けていただいてで値段で迷ってるというのをね、えー、悩んでもなかなか解決策見つからないんで、も相談しちゃっていただいた方がいいです。まずこのね、えー、出品価格。 画像をいただきまして、まあ、添付の画像のような出品状況のカタログに出品しようと思ってますと。FBA 出品者は1、1、1つのみ。で、この場合、FBA 最安価格に合わせた方がいいでしょうか ?FBA 最安価格より少し安くして上位に表示させるようにした方がいいでしょうかという質問で、まあ、とりあえず今までの出品はほとんど1、ね、最安値、ね、に合わせてやってきました。2にするとお互いが価格競争してしまうと思うので もしすでに動画で回答されていたらすいませんというね、質問をいただきました。それに対する私の回答です。この出品者の評価と取引件数、それと仕入れ価格が知りたいですと。あと、まあ動画で質問、動画で回答していても、XY さんに以前回答していても気にせず質問してください。出品価格や商品選びはケースバイケースということが大部分ですし、同じことを調べずに、 聞くのも全く問題ないです。調べずに聞いていただいて全く問題ないというのはね、えー、入会の時の動画でも言ってるんですけど、これ、しつこく言わないとね、普通そうじゃないというふうにね、いろいろ教わったりとか、社会の常識的にはね、何度も聞くなみたいなのあるんですけど、まあ、私のサポートの場合はそうじゃないと。同じことを聞いたり確認するのは問題のころ、ないどころか歓迎します。XY さんのメリットとしては、 メリットとして聞いた方が時間の節約になります。また私のメリットとして聞いてくれると何を疑問に思う人が多いのかが分かりますというのがあります。ここに、ね、時間の節約になるってことのみならず勘違いして誤解,あの誤解して捉えてる場合もある。あとね、何しろ、えー、標準的には1なんだけど逆にね、今回は3のがいいとかいうケースもあるんでね。 あのまあ、疑問に思ったり確認のためにどんどん聞いてもらった方がいいです、まあ、それに対するまた返事、まあ、商品はこちらになります URL を送っていただきました評価は23件で100%のようですと URL を送っていただきましたで仕入れ価格も URL を送っていただきましたでそれを見ての私の回答ですそもそも価格を生んんじゃなくてこれ出品を見送った方がいいですと FBA で先行しているライバルは推定460件取引済み。これはね、20件に1件評価されているとか推定すると460件。そうすると毎月の取引も50件クリアしている可能性が高いんで、始めたばかりのこの商品の販売実績がない会員さんが相乗りしても同じ値段では売れない。で安くして売ると、正直利益率も、ね、低くなっちゃうんで、そこまでして取り組むべき商品でもないというふうに。 まあ、仕入れ価格、利益率、ライバル状況、さ、ま、ら、あ、に言えばね、出品価格とか、えー、商品そのものの特性とか、今アマゾンがどういう段階になる,あるか、キャンペーンやってるかどうかとか、まあ、そういう、そういう、たくさんの前提条件、ねえー、実際には簡単にこれ3つ書いてますけど、本当はね、も,もっとたくさんいろいろ考慮してるんですけど、それをいちいち書いちゃうと混乱させますし、それを全部網羅したね、マニュアルも作れないと。 全部漏らしたマニュアルっていうのは結局読むだけで時間かかっちゃって読めないマニュアルになっちゃうん意味なくなっちゃいますんでね、まあ、汎用性があるマニュアルを作ってますんで、まあ、逆に個別サポートの会社は、ね、個別に聞けるんでもうどんどん聞いてもらった方がいいとで個別に聞いてた方が自分でも覚え,覚えますし、まあ、逆にねサポート受け続けていただいてる分には別に覚える必要すらないと、まあ、全部相談しちゃった方が楽、ねえー 7ヶ月目以降は月額3万円でサポートを継続してるわけですから、まあ、3万円でね、そのパッと聞いて相談できて、回答が入ってくんだったら、まあ、その、その、何ですかね、えー、自分の時間投資というか、えー、間違いのなさというか、いうのを考えると、まあ、特段を覚えるメリットもないんじゃないかなと、私の、私がサポートを続けてる限りはですね、いうふうに思います。やっぱりね、えー 自分の経験で覚えるのも大切なんですけど、アマゾンの使い方に関してはね、えー、どの、どういう風にアルゴリズムが変わったとかね、えー、そういうのはあの、サポートしてる私だから分かることが多々あるんで、まあ、それを自分の取引だけでベストな回答、あるいはベターな回答を見つけ出そうっていうのは難しいです。あと、始めの段階でね、このルールをかっちり決めてね、えー、それでそれに合わせてやっていきたいという要望があるのは、 徐々に分かります学校の勉強とかそういう感じでやりますけどねただ残念ながらこの簡単な式でねあるいは簡単なルールで決められるようなルールはないです ないですっていうかあるんですけどそのルールよりもね、えー、もっと効率のいい方法があるんでそのためには考慮すべき前提条件とね前提条件が増えたことによって、えー、出てくる選択肢がね何十とかあるいは100を超えるとか下手すりゃ何百になっちゃうんでそん中のどれがリスクとリターン考えて、えー、ベターかいやそこまで覚えるのは時間かかるんでね、えー、聞いてもらっちゃった方が早いです。 でなんで私、じゃあそれがわかるのというとね、まあもともと買い物大好きでアマゾンのヘビーユーザーですし、まあオーストラリアに住んでたし、こうして皆さんサポートしてるんで、事例も上がってくるということでね、あの聞いていただくのが一番の、えーまあ、効率のいいやり方なんで、まあどんどん遠慮せず聞いてください。まあ再度確認しておきますけど、前に聞いたことをまた聞いていただくとか、ね、あの同じことを何度も聞く。 全然 OK です。あの状況が変わります。物件変わればね、商品が変われば、えー、回答も変わるんで、まあ、全然それ、ウェルカムなんで、気にせず、どんどん質問、報告してください。そんな形で今日はね、ちょうどこの、えー、この方がいいと、ね、どんどん聞いてもらった方がいいというのにね、えー、ちょうどいい質問をいただきましたんで、シェアさせていただきました。以上、アマゾンエ n s サポーター、堀秀夫でした。